ちはと、10月16日水曜日11時を迎えしました。大ちゃん、歌さんの人生楽しみましょうの時間がやってまいりました。パーソナリティの片山大蔵です。こんにちは、ゆっきー。こんにちは。お元気ですか？はい。ちょっと今日練習してきたので自己紹介をしてもよろしいでしょうか？あのね、まず自己紹介っていう時に俺のホーム行って喋るんないと思うんですよ、喋ってね。どうしても目線合わせちゃう、うん、いいですか？どうぞ、はい、ちょっと待って、わかんないです、はい、みんなの笑顔希望の勝田、横浜市に4店舗展開中、勝田接骨院広報部長のゆっきーこと勝田ゆき子です。よろしくお願いします。練習してきたんです。すげーそんなお笑いしなくたっていいじゃないですか。だんだんノリノリになってきたね。ノリノリで。はいはいはい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こんにちは、横浜銀杯翔さん。どうも、こんにちは、横浜銀杯の翔です。いやいいね、ゆき。やっぱし女性がいいといいですね。やっぱね、花だよね、花。花。ポッと咲いた。一輪にしちゃでかいぞっていう。ねえ。そういう年でもないんですけどね。あ、そうなんだ、みんなの笑顔、希望の翔。横浜銀杯の翔です。よろしく。うまいっすね。でまた今日はね、はい、ゲストがいらっしゃってまして、特会議の西口ほのぼの昭和会の会長土井さんです。こんにちは。こんにちは、土井さんですね。いやお久しぶりです、土井さん。よろしくお願いします。お世話になってます。土井さんイコール塩 G ですよね。あ、そうですね。はい、塩屋をやっております。はい、塩って言ってもソルトです。ソルトね。はいで、また何、今日照明がやけに多いなって感じなんですよね。はい、なんかちょっとテカってますね。俺土井さんが入ってきた瞬間に鏡が動いてるかと思ったわ、はい、塩で明るく世の中照らしてますんで。でまた翔さん、はい、土井さんの塩って、うん、すっごい大人気なんですよ。俺ね、今日いただきましたよ。お、土井さんの塩、これ見て大ちゃん。はい、これね、塩結びって書いてあって、はい、縁結びって読むじゃない。あ、いやいやいや、おしゃれなことしてるんですよ。でこの中に美味しいこの土井さんとこの塩のパッケージが入ってまして、ね、これはですね、ピンク岩塩、それからですね、これは、普通のですか、これクリスタル岩塩。あ、これがクリスタルですね、はい、クリスタル岩塩。そして、オリーブハーブソルトっていうのとね、はい、3種類入ってまして、なおかつこのね、土井さんのすごいのはね、これケースがついて、携帯塩ケース。おー、これに、例えばクリスタル岩塩を中に入れて、そうすると熱中症の時の予防にもなるし、はいはい、なんとボーカリストのこの喉にもいいらしいんですよ。本番前にちょこっとやるだけで全然良くなるってこと、今日プレゼントしていただきました。そして、ね、最高じゃない。あとこの後ほど多分 Facebook の方で見れると思いますけど、うん、このクリスタル岩塩をおろす、大根おろしとか生姜みたいにおろす、このおろし金、おろし金もいただいて、この見てください、聞こえます、このカリカリカリ、これでこのロックですよ、ロック。そうなんです。塩のロック、ロックンロールですよ。これを砕いて飲むと。はい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 、最高、ありがとうございます。いい、これ実はね、こういう甘いのにかけてもいいんです。おお、本当ですか？試してください。今日ね、みよちゃんが作ってくれたロールケーキ、はい、でこれには後ほどね、塩かけて食べてみます。でまたね、土井さんは本当に超売れっ子で、うん、はい、売れっ子、あれネットの楽天でしたっけ、何でしたっけ。あ、一応楽天にも出店してまして、はいはい、はい、お塩ランキングなんですけども、うん、1位になったりとかしてます。すごい、塩ランキングナンバーワンですよ。すごいよね。ミネラルですよね、やっぱいろんなものの体を作る元になるわけですから、塩がなかったら生きていけないって言いますからね。うちも土井さんの塩を使ってるんですよ、うん、あ、いいっすか、やっぱり全然料理、今日から俺はこれ使いますよ。あ、はい、ここにかけましたね。でも全然お料理の味が変わります、うんうん、何かこれが私おすすめみたいな、ユーザー側として、あ、もうでも本当に普通に塩茹で、うんうんうん、でも本当にトウモロコシとか、まあ、ちょっと、はいはいはい、季節終わっちゃいましたけど、うんうん、トウモロコシとか枝豆とか、うん、全然味が違います。甘みが出ますよね、うん。俺ね、天ぷら塩で食うの好きなんだよね。あ、美味しいです。それにもいいの、これ。もうとんかつでも合いますしね。とんかつも食うな、塩で。あとおすすめは、うん、割とね、汁物。汁物。汁物にこのクリスタルソルト入れると、うん、なぜかね、これ海系の旨味が感じられるんですよ。ああ、海系、海鮮系ですね。そうですね。おー。
ったおじやとか、ね、そういうのもあいいですね。はい、そしてですね、はい、ちょっとずっと寂しくもう一人ゲストがいらっしゃるから、ごめんごめんこの流れ言っちゃうと当分もあんないなと思ったんで、もう一人、もう一人をゲストをお招きしてまして、はい、ビーコル研究所副所長の秋田太一さんです。こんにちは。こんにちは、横浜ビーコルセアーズの秋田です。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。秋田さん、え、何ですか、今肩書きが、はい、ビーコルセアーズ、ビーコル研究所というところで、ビーコル研究所っていうのがあるんですか。所員が一人しかいないんですけど、土日はもうビーコルセアーズの研究をですね、してまして、社員は一人、あの社員はたくさんいるんですけど、研究所は一人だけ、研究所一人だけですね。もう好き勝手なことやってまして、これね、秋田さん、はい、頑張ってやったら、はい、きっとあのビーコルのそばにあのブロンズ像が立ちますよ俺も勝手に戸塚をあの観光大使みたいな名前を使って、そう、もうそれに近い、一人でやってるんです。はい、それぐらいな、いつか、ね、銅像が立つように。そうですね、頑張りましょう一緒に。はい、頑張りましょう。ビーコルセアーズです、大ちゃん、はい、横浜の B1Bリーグの続き区でしたっけ。そうですね、続き区が、うん、続きにある横浜国際プールっていうところがホームアリーナで、うん、もう今週末からいよいよシーズン、うん、横浜国際プールのシーズンも開幕しますので、はい、はい、そう、どうしてもね、戸塚は南、横浜でも南だから、うんうん、そうですね、正反対になっちゃってるからね、正反対なんで、なかなか行く機会ない方も多いと思うんですけども、だからもう本当にね、東西こう、南北こうつながって、ね、どんどん盛り上げなきゃいけないですね、はい、今日はユッキーがね、はい、あの大使さん連れてきたんですね。はい、そうでございます、ね、もう今日は気合入ってる、もうみんなに知らせたい、弊社というか私がもう個人的に大ファンなので何年ぐらいですかね、付き合いが、付き合ってないですけど、そうですね、さんとは付き合ってるね、いやいや誰もそんなこと聞いてねえし何年もうそうですね、ビーコルさんとは初めて試合を見に行ってからもう5、6年になりますかね、それぐらいの時からですよね、はい、だって気合入ってるから今日ユニフォーム着てるでしょ、もう最新 の, ユニあのビーコルのベースボールシャツを、今日ピアスもね、ビーコルなんですよ。あ、マジで、ちょっとこれイヤホンしちゃって、イヤホンでヘッドホンで、ね、あとでヘッドホンで、ね、イヤホンだったら見えるから、いや、いいよいいよ、そのビーコルのいつもこの装束で試合会場におりますので、装束古いね、はい、海賊、海賊です、ね、はい、ね、これ素晴らしいです、ありがとうございます。なんか似合うな、そういうスポーツ系の一気、やっぱりやっぱスポーツやってたからね、体格がいいから、いや、そういうこと言ってないじゃないですかだって大ちゃんこの二人で話任せて長くないですか、もうさっさともう曲言っちゃった方がいいですよね。はい、それでは行きましょう、はい、お礼が最近一押ししてます、横浜銀杯ジョニーのアルバムから今日もお届けしたいと思います。セクシーロー、はい、ジョニーのナンバーでセクシールーをお届けしました。大ちゃん、はいはい、俺この曲大好きなのは、はい、ジョニー冴えてるなと思ったのはね、音楽的に言うと同じコード進行の同じフレーズをぐるぐる繰り返してる中にメロディーを3つぐらい作って、それが歌っていくうちにどんどん増えていって、最後自分一人で、3つのメロディーを同じコード進行の中で歌っていって、こう楽しく音楽を作ってるっていう、まあ、ロックンロールの原型みたいなものを、彼は作ったなと思ってね、すごい俺はね大好きな曲なんで、皆さんぜひ応援してもらいたいと思います。はい、はい、入って止まったんですか。大丈夫、いう話、はい、やっぱ奥が深いですね、ロックもね。そうですね、あの単純なものなんですよ、ロックノールっていうのはね、で3つのコードぐらいしか使わないし、それでこう万人が楽しめる、ある種ジャズみたいなところも俺はあると思ってるね。例えばその3つのコードだけを分かってる人たちが集まったら、最初のキーっていうのを決めたら、みんなが、ドラムの人もベースの人もギターの人も初めて会った人でも、でちょっとロックノールやろうかって言って、そのフレーズがもうブルースコードって決まってますんで、その中で、ソロ回しをしたり誰かが歌ったり、ブルースハープ吹いたりベースがソロしたりっていうのはどこでもできて、しかもそれは全国共通だから、例えばアメリカに行ってそういうセッションになったとしても、最初のキーが分かって自分に自信があればそこで海外の人とも一緒にこうできるっていう、まあ、まあジャズってそういうものなんだけど、ロックンロールもそれは例外ではないっていう、部分なんですね、はい、要はなんか楽譜がなくてもこういけちゃう、うん、全然いけちゃいますね、もう決まってるコードなんでね、はい、ということで、この放送は横浜市内に4店舗接骨院整骨院を展開しているかつた、メディカルグループ、ね、皆さん覚えてくれましたか、みんなの笑顔希望のかつたで覚えてください、4店舗展開している、メディカルグループさんかつたの提供でお送りさせていただいております。診察時間は朝の8時から夜の8時まで、お昼休みはありません、ね、柔道整復師の行う治療はもちろん、ゆったりできるリラクゼーションも行ってます。辛い痛みは我慢せず、困った時に来ていただければすぐに治療ができるがコンセプトの勝田接骨院。
電話番号 045-862-5525 へ相談してみましょう。ゆき、はい、お願いします、はい、そしてダンスのならならここラッパーツーバッカー前澤さんが経営するキッズ高齢者障害者などのダンス教室もやってます。戸塚の地下1階ダンススタジオユニスタ、真心のこもったサービスを提供、安らかな創業をしていただける365日24時間対応の江南中央駅すぐそばにあります清水公益社サバスホールさん、そして戸塚区戸塚町をはじめ、関東関西に展開しています植木屋、いつも来てくれます。先週はね、来て社長前に来てくれましたガーデンエクスプレスの、提供で放送させております。はい、なんかちょっと噛んじゃったよ大ちゃん、やばい調子悪いよ。で今日塩だね、塩、はい、で今日はですね、はい、ゲストにビーコル研究所の副所長秋久田さんと戸塚駅西口のほのぼの昭和会の会長土井さんがいらっしゃっておりますですね。でメールが届いております。はいはい、翔さん、大ちゃん、ゆっきー、皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。先週は社長がお邪魔になって、ありがとうございました。そして、今日は、あ、ちょっとずいぶんや。台風で傾いた植木を直しながら聞いております。ガーデンエクスプレス松沼さんからメールが入っております。ありがとう。社長、日田さんでしたっけ？そうですね。やはりもう、本当にいい方です、この人。ねえ。あの、コツコツと仕事をしながら店舗展開してったみたいですよ。ね、はい、はい、やっぱ植木を愛する気持ちがすごいんですね。うん、ね、っていうところでもうなんか土井さんケツが押してるらしいからもう大丈夫です、大丈夫です。ほのぼのフェスタ、そう、10月19日土曜日10時から開催されるほのぼのフェスタ2019の実行委員長でもあるんですね。そうですね、はい、の土井さんが今日いらっしゃっておりますんで、ちょっとこれをどんなもんだっていうのを説明してもらわなきゃいけない。はい、はい、ですね、うん、あの西口にあります戸塚ほのぼの昭和会という、はい、まあ、非常にあのちょっとちっちゃな商店街なんですけども、はい、今、まあ、障害者高齢者子育て世代誰もが楽しめる、まあ、日本一ほのぼのとした商店街にしようということで、うん、やっておりまして、まあ、その中の一環で、まあ、独自のイベントほのぼのフェスタというのをですね、はい、19日土曜日、うん、10時から行います。でメインのイベントとしてはですね、全浜スリッパ卓球選手権。知ってます翔さんこれ。いや、全浜って横浜の浜にかかってるんですか。うん、そうです、全浜ですか。全浜なんです。全浜連みたいな感じですね。ユッキスポーツウーマンだからそれこそ知ってるよね、スリッパ卓球。いや、もちろんです、嘘です。初めて。でもすごい試みですよね。誰が考えたのこのスリッパ卓球。これはね、うん、あのスリッパ卓球選手権、実行委員会というのがまたありまして、はいはいはい、でこれはあの本当に横浜全部でやってるんです。あ、そうなんですか。でこの、あの戸塚ほのぼの昭和会というのは、うん、戸塚予選大会です。ああ、なるほど、はい、なるほど。で36名、最大これ当日の受付でやるんですけども、はいはい、トーナメントをして、うんうん、ここで勝ち上がると、うん、11月のチャンピオンシップ大会に出れると。全浜の全浜のどうした32名ですね、最大。あ、ごめんなさい、これ32名です。2名ね、はい、全浜スリッパ卓球選手権の、はい、決勝戦に行けるんですね。行けるんです、勝てば。マジですか。でも翔さんバカにしてるでしょ。いやいや、してないしてない。全浜っていうのがちょっと今そこにハマってるんで。あ、ちょっとね、ね、うん、オール横浜だから、うん、でもその代わり、うん、千葉県からこれに参加しに飛んでくる人とかいらっしゃるらしいですよ。あ、へえ、スリッパ、これスリッパで卓球するってことでいいんですよね。そうです。ただ球はピンポン球ですよね。ピンポン球です、うん、ただスリッパは、うん、公式スリッパっていうのがありまして公認のじゃないとダメなんですね。あのね、昔はね、うん、マイスリッパが許されてたんですけど、はいはいはい、そうすると改造するやつが出ちゃって、あ、なるほど、ラバーつけちゃったりスリッパの裏に、それもうスリッパじゃないだろうっていう風になってで、あの今、うん、もう公式これじゃないとダメっていう形で、そうだよね、あの不公平になるもんね。そう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 、不公平になるもんね。え、これはシングルスなんですかダブルスなんですか。これはあのトーナメントはシングルスです。おー、あー、いいですね。で、商品もですね、まあ、商店街から、はい、お好み焼き、食事券、はい、であとちょっとナイツの漫才チケット、うんうん、こういったちょっと豪華商品、ね、すごいじゃないですか、はい、用意しておりますので、はい、皆さん当日受付なので、うんうん、
振るってご参加いただければ。参加したい人は、うん、10月19日の、はい、何時にどこに行ったら、ですね、これですね、はい、ワンフォアウォール横浜さんというところがありますので、こちらのデッキでですね、はい、今やる予定なので、はい、11時半ぐらいに来ていただければ多分、うん、参加できると思います。なるほど。いやでも大人気だから急がなきゃダメなんだよね、はい、まあそうですね。ちょっとワンフォアウォール横浜さんっていうのは戸塚小学校の、うん、横ですね。横ですね。はい。戸塚小学校を目指していただければ、はい、皆さん分かると思います。まあみんな戸塚地元知ってると思いますが。はいはい。ちょっとね、あいにく今、うん、雨模様の予報が出ちゃってるんですけど、はいはい、これ雨降ってもやります、ね。結構ですか？結構です。全浜やるなー。雨天バリバリって感じですね。そうです。公式スリッパちょっとビニールっぽいから雨天大丈夫です。ねえ、いや、はい、させないですよ。え、これいいなー。この黄色いんですかこれ？黄色いんですね、スリッパ。はい、すげえなー。スリッパも履いてやんなきゃいけないんですか？足は大丈夫。足はシューズ大丈夫。それ新しいルールで面白いですね。うん、いや、これは、ねうん、この後も履いて、持って。持って、うん。公式スリッパってふざけてるなー。土井さん、本当楽しいですね、ほんとこの商店街って。でも、翔さん、はい、すっごい試合らしくて、これスリッパでやってんのかぐらいラリーになったりとかしてるらしい。ちょっとね、うん、昔撮った、なんていうんですか、キレザーの人がいる的な人もたまにいるらしいんですよ。へえ。じゃあこれは練習しないとダメですね。持ち方はこのこういう持ち方になるよね。こういうのできないよね。いろんな持ち方でこう研究して毎日。そうだよね。一回素振りを100回ぐらいずつ。いや本当ユッキーってそういうとこスポーツだよね。仕事とかそういう世代だよね。毎日素振りだ。素振りだ。スリッパで。チャブ台ひっくり返す。欲しいってつかお前は。でもこの代わり何？お年寄りとか障害者にも優しい商店街だと思います、うんはい、なので、うん、そうやってマジでやるトーナメントと、はい、あとポコポコもう本当に温泉でやるような、はい、気楽にやれる2台卓球台用意しますので。そうですよね。遊びに来ていただきたい。あんまり真剣にやられちゃうとね参加したくなるし、それ以外に組位置ですね、うん、これはいろいろ、マグロが出たりとか、うん、包丁研ぎが出たりとか、いいですね、そういう組位置と、うん、あと午前中はですね、無料ウェブセミナーということで、はいはいはい、これまあ商店会主、まあ会員さん向けなんですけども、どうやって自分たちでホームページ作ってお店の紹介していったらいいかとか、これ専門家が、要は説明してくれたりとか。俺行こうかな。うん、来てくださいぜひ。本当アナログだからさ、盛り上がりますよ。うん、あとはね、うん、うち、まあ、障害者が来ても楽しめる商店街ということで、うん、車椅子の体験でありますとか、うんうん、あとはマルシェとかカフェっていうのもね、はいはい、やりますので、はい、ちょっと雨模様なんですけども、うん、一日楽しめると思いますので、はい、ぜひほのぼの昭和会に、西口から歩いて5分から6分ぐらいのところにありますので、うんはい、ぜひ皆さんに来ていただければなと思っております。いや絶対見てみたいですよね、スリッパ卓球。いやこれちょっと木をてらって足入れる方で打ってみたいよね。たまに変化球みたいにね。そしたら足刺す時に球が入っちゃってね。さすがトリッキーですね。そうトリッキーね。そしたらそのまま相手 のコートにパンッとスリッパごと投げてダメですかね。ダメですね、そのね。みんなちゃんとルールは守ろうね。はい、公式審判もいらっしゃるんですか？もちろん認定審判じゃないとダメみたいですよね。しかもね、ラケットがラケットだからね。そうですね、審判だからね。これでもね、一回東口でやってるんですよ。うんうん、去年おととしだったら、大ちゃん参加したの？参加してなかったですけど、会場だけ整えてない、うんうん、でそれこそブラックからもダーッて派手すけやりますよ。盛り上がりそうだよね。これもね、でも大ちゃんからのね、おすすめだったんですよ、このスリーパーね。そうなの、この人はね、うん、大蔵はね、ほんとね、いろんなこと考えて、あいつも頭がくる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 回ってるからね。そして髪の毛流れちゃったんだ。考えすぎかな、眩しいよ、大蔵。お前は輝いてるぜ、みたいな。いや、ほのぼのフェスタ2019、10月19日、土曜日10時から15時まで、バリア、体験もあり、バリアフリーの体験もあり、車椅子のこと、それから、無料のウェブセミナーもあります。そして、ほのぼのの、マルシャン&カフェ、ね、カフェレザンさんでは、そんなようなものも食べさせてもらえたりとかして、なんて言ったって、スリッパ卓球選手権、全浜だぜ。受けてますね。これ、ツボだな、俺。バリバリでやります。ねえ、お願いします、ほんと。スリッパバリバリ、持ち込み禁止だぜ。
ということでね、ぜひ行ってみてください ね, ね、ありがとうございます。で、いやでこの、うん、何ホノルルフェスタじゃないんだけど、うんうん、ちょっと土井さんに塩絡みで聞きたいんだけど、うん、はい、さっきそれこそね翔さんなんかもういいお年になってるんじゃないですか。はい、なってますね、61です。昔、うん、何高血圧とか言うと、うん、塩は良くないよ塩分は、うん、っていう話が多かったじゃないですか、うんうん、はい、そんなことあるんですか。これはねもうあくまでも僕塩屋なんですけど、うん、独自理論で、はい、あの減塩より増塩って言ってるんですよ、うんうんうん、増塩しちゃった方がね、はい、あの良くなる場合あるんですよ。これ公共の電波で言ったら捕まんのかもしれないけど、いや捕まりはしない一人の意見ですからね、うん、ただね本当にそうなんだ、うん、でなぜかっていうと、うん、あとねお水もちゃんと飲まなきゃいけないです。そうですね、うん、で漢字の塩って土書いて人書いて口で、うんうん、皿でしょ。そうですね、うん、でこれね皿にちょんってやるとね血になるんですよ。おお、人が口にして、うん、食べる土なんだけどそれが血になるんですよ。それが塩なんだぜ、うん、みたいな。そうだからね、うちはだから塩水療法っていうのを勧めてるんですけど、はいはい、塩水飲むんですよ、うんうん、こうするとね意外とね血圧安定するんですよ、うんうんうん、そうだよ、だから使い方だと思うんだよね。だってさ、うん、よくさみんな昔をもう酒バンバン飲んで酔っ払ってさ、うん、でね陰でウェーとかやったりとかしてさ、それみんなあの塩水飲ませたよね。そう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 、胃が荒れちゃったりとかしてるのにやったりだとか、すごい昭和の話でごめんね。塩水ってそういうのにもあるし、で何を隠す、今だって熱中症で足りなくなるのは塩分なわけだから、取りすぎはいけないけどなくてはならないものです。もちろんそうです、ね、だうちの袋なんかあれだよ、うん、もう咳してんとすぐ塩水塩水って言って、うん、塩水でうがいさせられてた。へえ、俺これクリスタル岩塩っていうこの塊ももらったの大ちゃん、はいはい、これをさっき削ってたじゃないかさ、うん、これさヒマラヤ山脈のね、ヒマラヤってでかいじゃないですか。はい。で、土井さん、どの辺のやっぱこのやつがいいんですか。ね、うちはパキスタン産なんですよ。ああ、これいいですね、はい。全然言われても分かんないけどね。パキスタン。ヒマラヤの一番西側の端ですね。なるほど。はい。まあ地図で見たら左側ですよね。うん、でもアフガニスタンの隣なんですよ。うんうんうん。少し勉強しろ、地理を見て。すいません。みんな世界地図今頃見てるよね。もうね、ビークルさんいるからね、ちょっと売り込んじゃうんだけど、うんうん、あのアスリートにもいいんですよ。これね、どう、今、要はちょっと人工甘味料の入ったスポーツドリンクとか飲んじゃってるけど、はい、うんうん、これオーガニックで自分で塩水作って、でレモン入れて、これはね、絶対おすすめなんです。もうだってスポーツ選手もう汗かいちゃう、塩分足りないから岩塩かじってるぐらいですもんね。そんなことないよ。嘘です、本当本当。ガリ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 、うん、うちのね柔道の人が言ってた。 そうあんまり出ちゃうから岩塩を置いといて、クエクエってやんないと太れちゃうんだって。そう、また宣伝したけど、うちの取引先ね、整体院とか鍼灸とかクリニックがすごい多いですよ。あら、そこで患者さんに塩を売りつけてる。売りつけてるって言わないわけですね。いや、売っちゃってる、はい、じゃあ後ほど、うん、後ほど、おいおいおい、ほのぼのフェスタの紹介をしに来た土井さんなんですね。そうですね。でちょっと脱線しましたね。あといや、本業の塩の話もしたんだよね。そうです。でも俺この番組に出たいって一番最初に言われたのが、そうだ、商店街の、うん、話をしたいって言って話が来たんですけど、翔、うんうん、さん数週前に、はい、うん、戸塚で食べ歩きするって翔さん言ってたんです。言いましたよ、言いましたよ。それ土井さん聞いてたんですよ。ぜひ、ああ、ほのぼの商店昭和会の、うん、あたりに出没して、うんうん、いいですよ、やりましょう、やりましょう。食レポ、はい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 。あと、戸塚のことをいろいろ宣伝したいんですよ、うん、で。できればあまり太らないやつで。あ太る系はね、結構ね、ありますけど、ね。まあでもいろんなものに挑戦したいと思うんですよ。はいはい、どうせやるならね、うん、知り合いのとこ行こうかな。はい、でもね、俺ね、結構最近、うん、東戸塚に、ね、ここにスタジオがあるんで、うん、はい、この辺もともと戸塚だから僕同級生もいるし、うん、いろんなとこ飯食い行ったりとかしてるんで、そっち行こうと思いましたけど、はい、ほのぼのにしましょう。あのね、コーナー名も考えちゃう。あ、いいですね。何ですか。商店街で会いましょう。大ちゃん、いいね、ちょっと演歌聞くね。商店街で会いましょう。頭のケツに商が入ってますよ。商のって言わなくていいね。商店街で会いましょう。じゃあこのロケが皆さんちゃんと成功するように皆さん祝ってください。ぜひ、もうお待ちしておりますんで、はい、ほのぼの商店街行くぜ、
はい、っていうところでね、ほのぼのフェスタ10月19日土曜日10時からやりますんで、ぜひ皆さん行ってくださいって感じですよね。はい、でよろしいですか、土井さん。いやー本当にもう翔さんにね、はい、紹介していただいて、うん、感激ですね。いやもう本当、うん、ほのぼのさんも含め、うん、商店街の人は本当、俺が戸塚音楽祭やってるのに皆さん協力してもらってるし、どっかであの恩返しとかいうのちょっとおこがましいですけど、いつまでもこうつながってね、絆として、これからも一緒に戸塚をね盛り上げていきましょう。はい、今日は本当にありがとうございました。ほのぼのフェスタを2019開催されますので皆さん行ってください。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今も土井さん退室だもんね。そう、土井さん、はい、土井さんを、横浜銀杯の曲で送りたいと思います。はい、それではもう一曲聴いていただきましょう。横浜銀杯のナンバーで I love 横浜。はい、横浜銀杯のナンバーで I love 横浜聴いてもらいました。メールは届いてますよ。はい、八丈島のサイババスです。皆さんこんにちは。こんにちは。まずは先日の災害、台風で亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。あ、そうだよね。被害に遭われた方をお見舞い申し上げます、うん、八丈島は幸いにも大きな被害がなかったです、うん、とはいえなかなか吹いた風でしたので、うん、横浜銀杯へと唱えていました、うんうんうん、と今日はちゃんと聞けませんの、ね、アーカイブで頼みさせていただきますだって。あ、嬉しいね。あの戸塚で停電になったやつから電話がかかってたんですよ。はいはい、ね、で、あ、LINE が来たんですよ。で、うち停電になった、翔くんとこ大丈夫って言うから、うち平気って言ったら、横浜銀杯って唱えたぜって言うんですよ。はい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 、ね、3時間後に着いたって聞いたんですかね。それ普通の復旧だろうって話なんだけどでもね、前回の15号の時はさ、18時ぐらい間ぐらい停電とこもあったから、はい、これは大変だろうなと思ったら、横浜銀杯ってずっと言ってたら3時間で着いたって。横浜銀杯ってとこを断ち切るんですよね。そうそういう今負のオーラを、うん、あ、ご存知ないですか秋田さん。知ってれば去年使いましたね。そうそう、だから連敗が連敗に続いたらば、うん、みんなでロッカーで、うん、横浜銀杯って言うと次の試合勝てます。わかりました。はい覚えとかないと。これはその様子はあの SNS でアップして、はい、そうそう、みんなで、ね、肩組んで、肩組んで、どうぞ横浜銀杯行くぞ、うわー、前半まで、前半まで、前半ですね前半まで秋田さん、いいですね。一人研究所員、研究所員、はい、っていうのもちゃんと紹介させてもらわなきゃいけないですね。はい、まあそのためにね、アイラブ横浜かけたわけですから。ありがとうございます。はいはいはい、でちょっと待ってくださいね。はい、ちょっと待ってください。もう登場はこれでっていう話があるらしいんで、ちょっと待ってくださいね。はい、行きますよ。はい。おー。今日のゲストはビーコル研究所の副所長、秋貞太一さんがいらっしゃっております。どうもこんにちは。こんにちは。なんかちょっといいね、このいいね、いいですね、上がりますね。上がるよね。上がります。なんかその時お前たちはみたいな、なんか行きたいよね。そうです。なんだっけあの番組、プロジェクト X じゃんじゃんじゃかじゃんじゃんで、プロジェクトショー、横浜Bリーグ、ビーコルフェアズの中で一人奮闘するビーコル研究所の男がいた。どうぞ横浜ビーコルフェアズの秋貞です。よろしくお願いします。いやー、これ上がりますね、はい、上がりますね。これ持参ですよね、今日このスタジオにこの音楽を持ってきたんですよね。ユッキーさんがね、ユッキーちゃんと用意してきて。どんだけ好きなのビーコルが。大好き。ビーコル愛が止まらない。止まらない。会場ですごいですよね。でかいし目立つしね、可愛いからね。昔のジュリアナで踊ってる人みたいになってますね。あの本当に。ビーコルはなんだっけ、チアリーダーが。ああ、そうそうそう、俺もお世話になってます。ビーローズ、そうそう、ビーローズ、ビーローズ、ビーローズ。じゃ今度ババアローズを立ち上げようかと思って。え、何？ババアローズ。ババアローズいらない。いらないよ。もうね、みんなそう、あのビーローズさんがあの去年、あ、今年ね、来た時に、去年来た時に。今年か、来た時に周りにいた40代50代の銀杯ファンですとかスタッフのやつらが、はいはい、私たちも踊れないとか言ってるんですよお前バカ言ってんじゃないよっていう話ですよ。なんですかね、あの、はい、チアリーダーを軽く見た
自分たちもなんかああいうの聞いて踊れると勘違いしてるんですよ、はい、ユッキー無理でも今言ってたじゃんババアローズ作るあのただ応援するだけの、ね、でもその気持ちがチアリーダーなんですよ、はい、踊れなくても応援するそのあいいこと言うな誰もがチアリーダーになれるんでそれがチアの精神だもんね、はい、そうなんですよ、ね、誰かを応援するさすが秋田さんこれ茶の間の話になってます秋田さんちょっと、はい、話お願いしますよえだからそれこそアイラブ横浜の話をまず説明してくださいまずアイラブ横浜っていうのが、うんはい、これあのまあ横浜ビーコールスターズがチームができても、うん、今年で9年目来年10年なんですけども、はいはい、で最初のにチームができた時から、うん、このアイラブ横浜っていう曲で、はいうん、そのチアリーB ローズとお客さんが一緒になってこう振り付けをつけてだからもうファン、まあ、バスケのファンブースターはもう絶対踊れる、はい、もうこれを聞くともう B ゴールの試合を思い出すぐらいもう定番の、うん、もうね体が勝手に動き出しちゃ う, んですう動き出しちゃう、はい、これ聞くともう最高気分じゃーん、はい、プロのバスケットボールチームそうですプロのバスケットボールチーム横浜に今プロのスポーツって、まあ、野球ありますよね、はい、あとサッカーありますね、はいで、その次に、まあ、三男坊みたいなもんですね、バスケットボール。あとソフトボールと。ええ、はい、バスケットが三男坊。この三男坊が一番出来が悪い三男坊みたいな感じで。出来が悪いから可愛いみたいな。自分で言うのもなんですけど、宿題は忘れるわ。寝坊はするわ。何してんのと思うんですけど、なんかちょっとこう、一番成功だから、可愛がってもらってる節は、なきにしもあらずなんですけどね。まあ、長男次男がしっかりしてるんで、横浜の場合、街、はい、が大きくて。そうだね。そういう中で、まあ、ちょっと得意な。チームではあるんですけど、うんまあ、これからバスケットボールねいろいろ。やっぱりリーグとかあるんですか、ね、リーグです。今、B リーグっていうプロバスケットボールリーグがありまして、うんまあ、サッカーは J リーグって言うんですけど、はい、バスケットボールは B リーグっていう。そうですね、はい。これが4年前にできて、この10月に4シーズン目が、B リーグの4シーズン目が、うん、始まります。で、B コルセアーズは、B1、B2、B3 って3つのカテゴリーがあるんですけど、まあ、その B1 っていう一番上なんと上の。あの J リーグとしてですね、はい、J1 ですね、はいと同じで B1、まあ、B1 で全国に18チームあるんですけども、はい、その中で、中地区という東地区、中地区に西地区と、まあ、18チームが、3つの地区に分かれてるんですけど、うん、その中地区の中の一つのチーム横浜 B コルセアーズです、ねうん、で、10月からも新しいシーズンがちょうど始まったところで先日は、秋口から B リーグが始まると思っててもらってえなんで俺よく知ってるかっていうと戸塚音楽祭で B ローズを呼びたくて毎回オファーをかけてたんだけどちょうどシーズンが終わって、切り替えのシーズンになって新しいシーズンが始まるっていう定かに戸塚音楽祭があるんであのチアリーダーの方がこう入れ替わったりするんでなかなか来れないっていう話だった嫌いだったんじゃないですか翔さんといやそんなことないですちゃんと伝達法がうまくいかなくて赤巻さんでもう乗り込んだんですよお前らとやりたいんだってで乗り込んだビーコルセアーズにも乗り込んだんですよ、はい、そしたら、ちゃんと言ってくれればいつでも行ったのにっていうビーローズの方がって言ってなんか去年あたりは試合会場に翔さんが乗り込んでったって話も聞いたんですよ行きました行きましただってさ今ね秋田ちゃんね、はい、ちょっと俺一言言っとくけど、はいはい、9年前から立ち上げて、はい、4年前から B リーグが始まって、はい、チアリーダーがいろいろやってみんな踊れるんですよ、はい、アイラブ横浜って俺聞いたの3年前ぐらいだからねそうすると俺たちが作ってる曲を1年間お前ら無断で使ったのなんかいろいろ噂で、はい、あのバスケットの時に横浜銀橋の曲が流れてみんなが踊ってるよっていうのを後から聞いて何々と思って調べたらB ローズじゃないですか、はいはい、もう全然 OK みたいなで逆にちょっと俺も呼びたいみたいになって、はい3年前ぐらいからオファーしてたのよ、はい、だ1年目と2年目は断られてそれは向こうは向こうで理由があってねそのちょうど切り替えの時でで3年目頭来て乗り込んで、はい、で前にも説明しましたけどこの番組でもたまたま夢ファンドって言って戸塚音楽祭はいつも寄付をしてるんですけどそこに横浜の市に行った時にそこにいた所長さんが今度そういうスポーツ推進の課に移りまして翔お前ビーコルセアーズのビーローズの試合に見に来いよって言われて無理やり聞かされて、はい、そこで歌わされてあれいやいやまあちょっと変だけどねいや話ちょっと持ってますけど、はいはいはい、もう上からいじめられて歌わされてで頭来たんでお前ら逆に今年は来いって言って
してるって言ってたんだね。ビーローズっていうのがチアリーダー、チアリーダーの名前、チアリーダーチームので、あの、はい、バスケットボールのチームの名前はビーコルスで、はい、ね、海賊ですよね、はい、でもなに、あのビーローズっていうのは、うん、あれ、あ、俺バスケットあんま知らないけど、はい、バスケットの選手がいて、はい、これ選手で、ボールね、プレイヤーですね、はい、ね、プレイヤーがいて、ゴールボーンって言ってるけど、はいはい、あのチアリーダーの人たちも選手の一員だっていう話を聞いたんですけど、はい、まあ、そうです、まあ、選手というか、まあ、チームの一員ですよね、うん、ですよね、はい、チアリーダーも含めて違う、本当にそうなんですよね、バスケットの選手がボール入れてるだけじゃなくて応援 のそうですね、はい、それが一色単でチームなんですよね。そうです、そうです、そうです、まあ、バスケットボール部の場合はその、ファンの人たちのことをブースターと呼ぶっていう、まあ、一つ、ね、珍しい形が、みんな聞かない人はブースターってなんだろうと思うけど、うん、ブーストする、要するにね、そうですね、もう応援する、増幅させるみたいな、下から押し上げ、うん、そうですね、そうそう、そういうものがあったりだとか、まあ、アメリカフットボールもそうだし、最近じゃあ、プロ野球もそうじゃないですか、あのチアリーダーがいて、あの一緒に盛り上げて踊ったりする時間が、はい、あの野球見に行くと、あの、うん、テレビで見てるとないですけど、やっぱチアリーダーがいるんですね、うん、あのでプロ野球の方でもあって、でまあ、バスケットボールはもう毎回いつもあって、作戦タイムだとかハーフタイムだとかそういう時に、まあ、第4クォーターまでありますから、その間にチアが出てきて、あのね、そうですね、ホームは盛り上げるみたいなのをやってて、はい、お客さん、まあ、お客さんの応援をもう先導する、うんうんうん、のがもうチアリーダー。だから本当にあれはそれこそテレビの映像とかなんとかとは全く会場行かなきゃ分かんないですね。そうですね。これはあと一緒に歌って踊らないと分かんないですよね。そうそうそう、あの間近にこの接する360度ステージだよ、はい、バスケットをその真ん中にセンターコートが確かにね、イヤモニつけさせられて、はい、おいおい横浜銀杯がイヤモニかとか思いながらも、しかも周りチアリーダーっていうみんなに囲まれて、うん、もうずっと顔緩みっぱなしでも迫力ありますよね。いやでもね、やっぱね、何でもそうですけど、やっぱ本番行った方がいいです、絶対に。ですよね、うん、もう本当に手が届く距離にもうフェンスとかないですから、はいはいはい、でもう本当お客さんの席の位置とコートの位置が同じなんで、うん、もう本当その臨場感はバスケットボールはもうこれは本当にすごいですね。ここら辺で試合って言うとやっぱ新横浜なんですか、試合ホームアリーナが都筑区にある横浜国際プールという、はい、まあ、センター北の次の駅なんですけど、はい、でそこで大体開催してまして、やっぱり試合会場近くないと見に行けないじゃないですか、なかなか初心者は、まあね、であと横浜文化体育館は開幕戦、あ、館内ありますけど、はい、これが先週開幕戦と、あと来年のホームの最終戦も横浜文化体育館で、文体いいよね、文体良かったですね、うん、まあ、俺は歌いに行ったのは国際プールの方でね、はいはい、そこもいい会場ですよ、で結構ねファンの人たちが家族ぐるみ そうですね、あの小学生とか中学生の子供たちから親御さんも一緒になって応援するっていうのがビーコルスですね、なんかいいとこでね、そうですね、本当家族みんなで楽しく見れるっていう、うん、だってもう何定番ですよね、バスケットって、それこそ小学校から、うん、そうですね、だってあの何なんて言うの、あのバスケットの子供がいるやつ、ポートボール、ポートボール あれかなんかはだってか、戸塚発祥とか横浜発祥とかって話、あ、そうなんですか、ポートボールって、いや分かんないけどね、なんか俺は東戸塚小学校でずっとポートボールやってた、それちょっと研究しますね、やる、やった方がいいよ、研究今度やり方教えてよっていうような感じだから、もう本当に小学校から私服から中学校からってずっと定番的に選手がいるスポーツですよね、そうなんですよ、ずっとだって中学校とか人気でしたよね、そうそう、だって俺中学の時のバスケットボールの同級生いますけどみんな可愛かったもん、いや、そうです、そういうのじゃないですね、そう、まあ、あと女性がやってるんですよね、そう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 、野球は ね、女子で野球部ってない、サッカーとか、まあサッカーはちょっと増えてきますけど、はいはいはい、バスケは男性も女性も同じぐらい人数がやっぱり やってた人が多いので、え、でもどうなんですか、あの日本の選手っていうのは、はい、年収じゃないけど、はい、ちゃんとヒーローっていうような金額をもらえてたりするんですか、そうですね、全国的に言うと、まあ、昨シーズン、まあ、千葉ジェッツにいる富樫選手という日本人の選手がいるんですけど、富樫さんすごいよね、すごいですね、はい、があの初めて日本人の1億円プレーヤー、うん、B リーグ3年経って、ね、1億円プレーヤーが誕生したので、まあ、これからまた人気も上がって、注目が上がってくればどんどん選手たちも価値が上がっていきます、でも今どんどん本当に外国にも行ってるんですよね、そうですね、まあ、外国で大学生レベルでも大学でプレーしてる選手もいますし、あとプロも行ってますよね、プロも行ってます、八村塁選手だったり、うん、もう日本プレーして八村、すごいことですねNBA のドラフトに指名されるっていう、いやだから昔やってたけど今は全くねテレビで見えないから、そうなんですね、今地上波っていうより今もう割とそのインターネットの方で
配信はしてるんですけど、うん、なかなか地上波で見る機会がないという機会もないところあるんですけどね。だから翔さんのファンなんて昔ね、中学校高校でやってたけど今全然触ってもないわっていう人がまた盛り返してもらってもいいですよね、はい、そうそう、やっぱ今ほらバスケット以外にもね、ずっと今スポーツラグビーもすごいそういうことになってね、はい、すると、バレーボール、はいね、あのカナダもねすごい終わっちゃいました ね、 昨日で ね、 ねでだけど勝ったじゃないですか、ね、そういうのが今話題になってきてるけど、バスケットボールも昔からいろいろ人気だったから、はい、やっぱこのなんか流れに沿ってね、はい、もっともっとメジャーになっていけばいいなって。で、ルールは別に変わってないですからね、昔から。お前ら読んでたぞ、スラムダンクをよ。急に最近お前ら配球とか見やし始めたりとかいろんな。何がバンフォーレやなみたいな感じですけどね。でも試合会場で、ルールが分からなくても、うん、ちゃんとね、説明はしてくれるので、でね、ビギナーでも全然。臨場感とあとイケメンが多い。あ、そう、俺、イケメン多いですよ。イケメン多いですよ。選手で、お客さんで、選手で、お客さん。いや本当にかっこいいですよ。あ、そう。僕たまに、俺目合わせなかったじゃあいつら。俺行った時。怖かったんですね。連敗続きだったじゃない。いやだって中学校思い出してくださいよ。スポーツでねバスケ部が振り落とってたら絶対目合わせない。その名残があるんですよ。いやもういやちょっとねスラムダンクですよ。え、そして本当にね、翔さんのファンの人たちが、うん、本当に昔撮った絹塚でって、うん、また触り出してもらっても嬉しいですよね、うん、そうですよね、そういう機会を作れたらで、触って銀杯ファンは分隊行けよって感じね。ああ、いいですね。で、俺は国際プール行くからさ。なんでなんですか。綺麗だしね、はい、いいの。俺ちょっと初めてステージとして使わせてもらったところだから。天井が明るくて、まあ、プールなんですけど、うん、本当飛び込み台もある本当国際企画のプールのところに、まあ、コートを床を張ってるんですけど、うん、本当こうライブは文体、ええ、バスケは国際プールみたいな、はい、俺の中で。そうなんですよ。いや俺行ったことないですもん。今度一緒に行こうか。行きましょう、行きましょう、みんなで行きましょう、ねね、どんな開催になってるんですか。ですね、うん、早速今週末19日、うん、10月19日と20日がですね、ほのぼのと被りますね。被っちゃうんで、19日はまあほのぼのしながらですね。昼間ほのぼの行って、終わってからで間に合うね。3時から、土曜日19日。じゃあほのぼの行った後行きます。行けますね。そのまま。はい。から、島根佐野マジック戦っていう、うん、まあこれが横浜国際プールでの今シーズンの開幕戦がありますので、はい、19日。相手はどこですか。島根ですね、島根佐野マジック。はい。さあ、やっつけましょう。チケットとかはどうなんですか。チケットはですね、スマホで買えるチケットがありますよ、今ね。スマホで買えるね。スマホで買えますね。で、自由席だったら、コンビニファミリーマートさんとか、チケットピア、まあ、セブンイレブンのマルチコピー機とかでも自由席エリアだったら、お買い求めいただけますので。そのホームページに行ってからの購入っていうのもできるの、はい、できます、はい。ね、ホームページ、B コルセア、B コルって検索して、B コルチケットで検索していただくと、あとはもうスマホで。そうですね、じゃあまずググってもらって、イーコールチケットとかやると、はい、ホームページが出てくるからそこに行って、はい、そこの中に入ってからチケット買うことだね、はい、ちょっと待った、うん、今翔さんのファンの人たち、うん、意外とインターネットとか苦手だから。そうなんですよね。そういう場合どうやって買ったらいいかな。そういう場合はですね、当日券は高くなっちゃうので、はい、できればですね、はい、コンビニエンスストアですかね、コンビニマートさんか、うん、まあ、あとセブンイレブンのマルチコピー機で、まあ、チケットピアでも販売してます、うん、または子供に言って買ってっていう。そうですね、それが一番いいと思います。俺最近思うけど、チャレンジした方がいいよ、お、ちょっと行ってみて、でも一回買ってみればもうあとは。でもいろんなランクとかあるんですか。そう、席の種類はたくさんあるんですけど。あるんですか。一階席の周りでも本当コートエンドの一番ベンチのすぐ隣の席とか、まあ、2階席の自由席とか、あとゴール裏の席とか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、最初とりあえず行きたいなっていう方はですね、まあ、2階の自由席でも全然もう十分楽しめますんで。俺2階の自由席見たけど、ほんと楽しい。何やっていいか分かんないじゃん、はいはい、こんな変なハリセンみたいなの持ってきてバチンっていうやつをなんかあるのグッズで、どうやって使うか分かんないから、はい、俺ハリセン叩くのかと思ったら、そうじゃなくて輪ゴム取ったらこうビロビロビロって広がって、これですね。そうそうそう、これですね。これをねみんな広げたりとかね、振ったりとかね、バシバシ音出したりするんですよ。そのやり方も2階自由席、痛い痛いって2階自由席でやってるとよくわかるんですよ。ディフェンスになってる時はディフェンスって書いてあるんだよ、これね。あ、違う、ピッコロだ。点が入ったらウィーってやるんですよ。それを2階席だとみんなの見えるから、もう鼻がバッと咲くんですね。そう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 、楽
ほしい、ちょっとユッキー、初心者の初めて試合行く人に対してのアドバイスってちょっとしてよ、はい、もうとりあえず会場に行っていただければ、もう盛り上がりがどこら辺の席の方が見やすくてとか、ね、初心者の人はどこのがいいよとか、どこでも、またファン、どこでも、あのもうなんかね、こう試合も楽しいんですけど、ファンの方たちの一体感っていうのがまた楽しい。もう全部が一体感なのか。もうね、ライブと一緒です。そうですね、ライブですね。ライブです。大きい声出してもいいし、飛び跳ねてもいいし。あのサッカーのところはね、ここは熱血がいるからそこは良した方がいいとか。特にないですね。そういうのはない、特に横浜はファミリーな感じなんで、あんまりそういう肩張らずに行っても楽しめますよ。みんな優しい。試合中もずっと音楽が鳴ってますし、はい、なんて言ったってビーコールの、ね、ブースターさんは賞を取ったぐらいですから、そうですね、っていうところで、もうあっという間にも残り時間がなくなっちゃう、はい、ということで、はい、この放送は365日24時間、対応江南町駅すぐそば、真心こもった騒ぎをしてくれる清水公益社サバスホールさんの提供でお送りさせていただいております。いろんなことあると思いますけれども、何か困ったこと、葬儀の準備でどうしようかとか分からないことがあったらば、いつでも電話をしてください。サバスホールさん電話番号 0120-307-384 0120-307-384 まで。そしてダンスを習うならここ、ラッパ2バッカーの前澤さんが経営する、キッズ、高齢者、障害者などのダンス教室もしてます。戸塚の地下1階ダンススタジオユニスタ。戸塚区戸塚町をはじめ関東関西にも展開してます。植木屋のスペシャリスト軍団、ガーデンエクスプレスさん。そして、辛い痛みは我慢せず困った時には来てください。横浜市内に4店舗、展開しております。勝田メディカルグループの提供で放送させていただきました。大ちゃん。はい、どうもです。1枚写真を、写真じゃねえや、手紙読む。はい、ありますか。大丈夫です。あと45秒。はい。昔サラサラサーファーガールさんからいただきました。先週ユッキーの可愛い声が、とても、決まってましたよ。スタジオに花が咲いたようでした。ありがとうございます。ということで、先週ハガキを読んでもらったんですけど、横浜銀杯の解散コンサートに行けなかったのは彼氏がまだ好きだけど、別れたわけじゃなく嫌いだったんで別れたんです。そっちの間違いです。彼氏のことを嫌いだったんです。っていう。ね、30年以上の前を、どうでもいいんでしょうけど、やっぱ忘れられない青春なんで、訂正させてください、ちゃんと喋ってくださいって言いました。ごめんね、サファガールさん。っていうところでね、はい、本当、ビコルさんもぜひ、頑張ってくださいね。ありがとうございます。応援よろしくお願いします。はい。っていうところで、大ちゃん、歌さんの人生楽しみましょうでした。また来週まで。来週まで。バイバーイ。